こんにちは、車が大好き、セイです。さて、先日マツダの ND 型ロードスターの内外装をじっくりと見させていただきました。そしてそこから分かったのは、初代の NA 型から脈々と受け継がれてきた人馬一体のコンセプトがさらに洗練された正常進化という言葉がぴったりと当てはまる車だなというものでした。そこで今回はまずこの車の外観をチェックしつつ、ぜひ皆さんに知っていただきたい特徴を解説した後、運転席周り、荷室の順で車内を紹介します。では行ってみましょう。なお、今回の動画は九州マツダ大分宮崎店の協力で撮影させていただきました。こちらのお店ではワンデイモニターなど、購入前に車をじっくりと見極められる独自のサービスも展開されているので、興味のある方は気軽に問い合わせてみてください。さて、マツダのロードスターといえば、世界で最も売れたオープンカーとしても有名ですよね。初登場は1989年。エンジンのパワーはないものの、非力さを感じさせない軽量ボディと、よく動く足回りで荷重移動を意識したスポーツ走行を楽しむことができ、パワーは絶対ではないということを多くのドライバーに実感させた車でもありますね。その後、年々厳しくなる安全基準や環境規制に対応するため、2代目、3代目と代を重ねるごとに車重は重くなり、それをカバーするためにエンジンも大型化されるという流れが続きましたが、4代目にあたる ND 型ロードスターでは、高張力鋼板や超高張力鋼板といった最新の素材をふんだんに使用した上で、強度に影響しない部分で肉抜きを行うなど、徹底した軽量化を施すことで、ベースグレードに至っては車重が1トンを下回るという偉業を達成しました。どんどん規制が厳しくなっている現代においてこれを達成したということに、この ND 型が発表された当時、私は度肝を抜かれました。もちろん車体剛性はしっかりとしたもので、特にボディ補強をせずにサーキット走行を楽しむ人たちもいるほどなんですよ。エンジンも技術の向上により、歴代で最小排気量となる 1.5 リッターなのに、初代ロードスターの 1.6 リッターエンジンよりもパワフルなものとなっています。と、このように見事な先祖返りを果たした ND 型ロードスターですが、デザインもまたこれまでと一線を画すかっこよさをしていますよね。低く構えた鋭いフロントマスクに、大きく盛り上がったフロントフェンダー、少し絞り込んだ長いドアから続くボリュームのあるテールエンドと、マツダお得意の流麗かつ抑揚に富んだ鼓動デザインで、前から後ろまで全部かっこいいです。しかもホロを閉じてても開いててもどちらもかっこいいんですよね。また内装も外装の一部と捉えて見せるデザインとなっているのも面白いですね。例えばドアの上端部分、ボディと防色のパネルをあてがうことで、外との境目がなく一続きのデザインとして見ることができます。こういったオープンカーならではの遊び心、個人的に大好きです。ではここでルーフの開閉の仕方も紹介しておきましょう。車内に入り込むと、ちょうどルーフの中央部分にルーフロックレバーがあるので、これを解除するとサイドウィンドウが自動でちょっと下がります。そしたらあとはもう手で押し広げるだけなんですが、ご覧のようにたまにうまくいかないことがあります。これは新品の時に起こりやすい症状でして、こういった時は一旦車外に出てリアウィンドウを軽く手で押さえてあげるとスムーズに開くようになります。この開閉を何度か繰り返すうちにホロに癖がつくので、そうすればあとはもう自然と開くようになります。閉じる時は背もたれ付近のレバーを引いて解除して、あとはホロをそのまま手で引っ張ってきてルーフロックレバーでロック、これで完了です。本当に手間が少ないですよね。
では車内も見ていきましょう。この車はスマートエントリーなので、この黒いボタンを押すとロックが解除されます。ただドアミラー自体は手動式となっているので特に変化はありませんね。そしてドアを開けてみると、なかなかに広い開口部が現れます。やはり2ドアということもあって、ドアの前後長が長いですね。そしてドアの開き角自体もかなりたっぷりあります。なので隣に車が止まっていない状況なら、思いっきりドアを開いて悠々と乗り降りができますね。ドアトリムは一番上の部分がボディ外板と同色のパネルがはめられていて、その下には赤いステッチの入った合成皮革、これがなかなか感触気持ちいいんですよね。こちらはパワーウィンドウや電動ミラーの操作スイッチ類ですね。割とこれといった加色はなく、シンプルなデザインとなっています。その下は汚れがつきにくいしぼめ加工が施されたプラスチック素材ですね。スピーカー部分もなかなか大きいですね。サイドシルもなかなかの高さがあります。やはりオープンボディということもあって、こういった部分でしっかりと強度を出しているんでしょう。おかげで元々のシートの座面の低さと相まって、シート座面よりもサイドシルの方が高い位置に来ています。こういった部分がまたスポーツカーだなって感じですね。ただその弊害というわけではないんですが、乗り降りするときにはしっかりと足を引き上げないとサイドシルに靴を擦ってしまうようですね。では車内に入ってみましょう。乗り込むときは左足を床についたら、スカッフプレートに手を置いて、そこに体重をかけながら乗り込むと比較的乗り降りしやすいですよ。そして座った時の印象はかなりタイトで、もろにコックピットだなっていう印象でした。例えば足元、ちょうど左足のふくらはぎの下のあたりですね、ここに大きな盛り上がりがあります。下の方を覗き込むと、マフラーのパーツのようなものがここに来ていましたね。運転中足に干渉することはないんですが、こういったギリギリを攻めるほど中がつめつめになっているということですね。加えてセンタートンネルも強度を出すためですかね、かなり大きくて運転席側に迫ってきてて、左足としっかり干渉します。そういったこともあって、股関節の開き角が右足と左足で違うんですね。下半身全体が右側に寄せられている、そういった印象の運転姿勢となります。ただここまでするからこそ、前後50対50の綺麗な重量配分と、重量物を車体中央部にギュッと寄せたことによる高い運動性能、これらを実現しているんだと思えば全然割り切れるポイントですね。こちらは運転席からの視界です。全体的に窓の位置がドライバーに結構近いところにあるなという印象を受けました。そして前方には大きく盛り上がったフロントフェンダーとボンネットが見えますね。こういった部分から着座位置の低いスポーツカーだなっていうのを実感しますし、この大きく盛り上がったボンネットがエンジンが縦置きの FR 車に乗っているんだっていうのを実感させてくれますね。サイドウィンドウは意外と上下幅しっかりあって、前後幅もあるので結構視界は良好です。たださすがに左後ろ側、ここはまあ C ピラーに当たる部分なんですかね。なのでそこそこ幅は広くなってますが、リアウィンドウが結構サイズ大きくて、かつ運転席からの距離が近いので意外と見える範囲が広いです。ちなみにルーフをオープンにするとこんな感じで、もうまるで四角らしい四角がないっていう感じですね。まさしくパノラミックビュー状態です。気分いいですね。ちなみにルームミラーの見え方も結構違うんですよ。ルーフを閉じていると奥のリアウィンドウの隙間からさらにその奥を覗き込むという感じですが、ルーフをオープンにするとこのミラーいっぱいいっぱいに後方の視界が入ってきます。かなり見やすいですね。こちらは運転席周り、センターコンソール類、ダッシュボードといった前方の内装周りですね。全体的に黒を基調としつつ、ピアノブラックやサテンメッキの加色が施されています。それとステッチ入りの合成皮革部分、これがまたグッと上質感を出してくれてますね。そして
テラコッタというカラーリングのこのレザーシート、これは今回撮影しているブラウントップというグレード専用カラーなんですが、これがまた上質感を一気に高めてくれてますよね。こちらは運転席周り、ステアリングホイールは本革巻きとなっていて、握り心地が実にいいですね。白いステッチもいいアクセントとなってますね。スポーク上には各種操作スイッチ類が並んでいて、その奥のメーター類は真ん中にタコメーター、右側にスピードメーター、なんと200キロまで振ってあります。そして左側に水温計と燃料計、そしてマルチインフォメーションディスプレイが備わっています。こちらはセンターコンソール類、一番上にカーナビディスプレイが来ていて、上に飛び出すような形になっていますね。その下にはエアコンの吹き出し口が2つ、左右で異なる形状となっています。その下にはフルオートエアコンの操作スイッチ類、すべてダイヤル式となっていますね。その下にはシートヒーターの操作スイッチ、3段階調整となっていますね。これ助手席側の操作スイッチ、左端の方に置いてくれた方が操作しやすいんじゃないかなって思うんですが、ちょっとその配置は難しかったんですかね。その下には USB 端子とヘッドフォン端子、そしてこちらは SD カードスロットですね。おそらくカーナビ用のものだと思います。こちらはオートマ用のシフトレバー、操作はストレートタイプとなっていますね。一番前が P で、一番下に下げるとドライブ、そして右に倒すとマニュアルモードとなります。トランスミッションは CVT ではなく多段式が採用されているので、結構歯切れのいい変速が楽しめますよ。またステアリングについているパドルシフトで変速も可能となっています。パーキングブレーキはスポーツカー好きにはたまらない手引き式となっています。感触もなかなかいいですね。その隣にはカーナビなどを操作するための操作スイッチ類が並んでいます。このレバーを回転させたり横に動かしたり押し込んだりすることで操作可能となっています。こんな感じですね。こちらはセンターコンソールボックス、この下にはでっかいセンタートンネルが通ってるということもあって、中のスペースは最小となってますね。ポケットティッシュなんかを入れておけそうです。その後ろにはカップホルダーが2つ、しかも面白い機能としてこれ取り外しができるんですね。で、この取り外したやつをセンタートンネル横のスリットに差し込むことで、めちゃくちゃ使いやすいカップホルダーへと変身します。助手席に誰も座っていないときはこの位置に固定で決まりですね。そしてその上には小物入れスペースが用意されています。ここにスマホだとか財布だとか、そういった小さな荷物ならポンポンと入れておけますね。また運転席と助手席の後ろ側にも小物入れスペースが用意されています。ただお世辞にもアクセスがいいとは言い難い部分なので、折りたたみ傘など使う頻度の少ないものを入れておくといいでしょうね。こちらはシート、ヘッドレスト一体型となっています。また背もたれのクッションは意外と柔らかめで、座るとよく沈み込むなという印象でした。サイドサポートはしっかりがっつり前に張り出していて、しかも結構タイトなので、脇腹を常にキュッとホールドされているので、この深く沈み込む背もたれと合わせて体がグラグラと動きにくいものとなっています。シート座面は前から後ろへと結構しっかりとした傾斜がついていて、お尻の方がかなり低くなっていますね。このためブレーキング時にも体が前にずるっと動くことなく安定してくれます。横の張り出し、サイサポートも乗り降り性を重視してのことなのか、やや柔らかめとはなっているんですが、座っていると常にももに触れているという状態でした。また座面のももの部分の高さも手動で調整が可能となっています。ダイヤル式の無段階調整です。では最後に荷室を見ていきましょう。トランクリッドを開ける時のボタンは結構低い位置についています。そしてトランクリッドとトランク開口部は
思ったよりも小さめだなという印象でした。一般的な車みたいに後ろのナンバーの部分までガバッと上に開くタイプではないんですね。そのためあまりに大きなスーツケースなどはうまく入らないかもしれませんね。ただ深さは結構あって形もほぼ四角と使いやすいので小分けにすれば結構たくさんの荷物が入りそうですね。車載工具もこちらに入っていました。中身は牽引用のフックがそれぞれ前後用1本ずつとホイールナットが備わっています。この車にはパンク修理キットが備わっているのにこのホイールナットが付いているというのはちょっと意外でしたね。さて今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたか？面白かったよとか役に立ったよという方はよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。